貫通大事やっぱり貫通大事娘が小学生になってね、クラスの男の子とかと話をするようになってね、もう少ししたらお嫁に行っちゃうのかなって、想像するの早くないですか。ねえ、だから悲しくなってきて、めそめそやだよー。ゴージャスさん、娘さんの幸せを願うのが父親ですよ。そりゃそうだけどね、悪い男には引っかかってほしくないなと思ってね。じゃあお医者さんはどうですか。医者ね、医者ならいいかもね、そうですよね、お医者さんなら収入も安定しているし、地位もありますし、頼りがいもありますし、娘さんも安心して嫁いで幸せに暮らして、ほんで幸せすぎてゴージャスさんのことを忘れて会いに来なくなっちゃうかもしれないですね。青助、いやお医者さんは、いやあてか、あてんのかな、行こう。どうもー、はじめましたー。ゴージャス、どうも、形、私がゴージャス、いやいや、コロリ、行こうー、コロリー。そして、はーい、直輔、いやいや、キャプテン高見、行きまーす。キャプテン高見よけちゃん、はい、よけちゃんですよ、よろしくお願いします。新しい使い方合ってたのか今のは。完璧でございました。大丈夫だろうな。ありがとうございます。はい、はい、今回ロザミア・パダムさんの言葉なんだ。なんかいいシーンに出てきたってことなんですか。なんかに出てきたのかな。ということで、はい、点数をいただきましょう。いつも通り、はい、今回のお言葉は、ゼロ148億点。まずまずゼロ K だとしたら、それゼロ K を切っていいんじゃないか。そうですね。それがないと、それがないと、はい、お、はい、お、いい、いい、よっしゃ、し、し、や、八、いや、お医者点です。なるほど、頑張りたい。確かに。確かに。ちょっと私のあの点数に慣れてきたんじゃないですか。一入れていいお医者さんとかする。おお、うまい。私よりうまい言葉が、お言葉点数が。結局ダジャレだからおじさん得意だから。そっか。ゼロ系という始まりは多分数学界を騒がせたと思う。ここまで跳ね上げて K まで行かなくていいじゃないですか。逆に、ね、ちょうど良かったです。はい、よし、今日も楽しく行きましょう。はい、本日もオレガントラを作ることで大人気のゲームガンダムブレイカーモバイルで遊びたいと思います。ありがとうございます。僕はワクワクしております。お、もうすぐテレビシリーズのガンダムが始まる、9月9日始まってる、今の俺、楽しんでるか。どうだ。まだですよ。はい、え、10月らしいですよ。9月じゃないの。はい、10月です。10月です。9月じゃないの。はい、お、ちょっと気が流行りすぎました。ざわざわしてます。前日さんが前日さんが9月4日。あながち間違ってない。まあまあ、あながち間違ってない。ガンダム会には来てますからね。ほら頑張ったね。こんなに自信満々に言うの。俺もなんか見たけど、うっすらしか見てないから、がっちりは言えなかったけどね。それでよくあの目で言えましたね。すげえな。でも来るんですから、10月には来るわけです。10月には来るわけですからね。楽しみ。ガンダム伝説が、新しい伝説が増えるわけですから。そうですね、すごいな。楽しみでございます。はい、なんてね、お二人とも未来に思いを馳せるのはいいと思うんですよ。はい、ただやっぱなんか過去のことを一個忘れてんじゃないかなと。いや、僕はもう未来にしか目を向けてませんから。すごい、未来と宇宙にしか目を向けてません。宇宙にも、はい、ちゃんと前に向けた現実逃避をする。前に向いてますよね。一個だけお二人が忘れてることがあると思うんですよ。バトルサーキットはやってます。
今見るよ今見ちゃダメ こっからやるんだから今日絶対寝ちゃってやんないパターンですよ。確かに前回のバトルサーキットの終わりの日も、はい、夜の10時ぐらいに、うん藤原さんが、うん、今日バトルサーキット最後ですよって送ってて、うん、朝の6時ぐらいに直輔さんの閉まったスタンプがバーンって引っ込むっていうねありましたけど、もう本当に、はい、もう水曜日の時点でやればいいんですよ、来た時点で、ね、10個しかやらなくていいんですから、で次の週にまた10個なんですから、待てない、一気にやっちゃいたいんで、いやいやいや最後の日に一気にやっちゃいたいんで、この状態でフリーになっちゃったらこれ大変なことそれは確かに確かにバトルサーキットも忘れないでほしいんですが、うもう一つあります、うん、自分たちで作った超高難易度ミッション、ゴージャス動画からの挑戦状、まだクリアしてないですよね、これ。すごい改ざんするじゃない、したんじゃなかったね、うん、ゴージャスドンカの挑戦状、はい、はい、もう何ヶ月経ってます、そうですね、そうですね、めちゃめちゃ経ってますから、はい、そうです、5ヶ月経ってます、5ヶ月経って、はい、5ヶ月の間にめちゃめちゃ増えましたよ、私は、そうなんですよね、増えましたね、増えました、豪華ガンダムもありますし、ありますよ、ちょちょいのパーじゃないですか、ちょちょいのパー初めて聞いた聞いたことないですね、挑戦してみたいですね、今、わかりました、そんなに自信があるならば、うん、やっていただきましょう、ということで本日の企画は、はい、ゴージャス動画からの挑戦状リベンジ、よー、ゴージャス動画からの挑戦状、実装してすぐの時に我々挑戦しましたけど、はい、やはりね相当難しかったので、お二人とも、うん、あえなく散ってしまったと。そうですね、あのツイッターの方でもすごい暴言とか結構いただきまして、はい、難しいんだろう、痛み入りますと思いました、お言葉痛み入りますけど、痛み入りますありがとうございます、真摯受け止めてもらって、そうなんですよ、だから視聴者の皆さんも一回挑戦してみて、これ難しすぎてちょっとクリアできないなっていうことで挑戦してない人もいると思うんですね、うんうんうん、そうですね、はい、なのでちょっとこの機会に、確かに5ヶ月経ってます、はい、いろんなパーツ増えました、増えました、もう乗り越えられる壁なんだぞっていうのをお二人に示していただきたい、見せちゃいましょうか、ねえ、おお、よし、何回、10回チャレンジしましょう、いや、もう1回クリアできましょう、え、はい、10回チャレンジして10回でも失敗したら本当に目も当てられないんで、1回くらいいけるでしょ整え方次第です、はい、まあ、これはもう制限時間内に、はい、もうこれ対決とかじゃありません、もうお二人で頑張っていただいて、うん、いろんな情報交換しつつ、はい、お二人ともクリアできればバンバンザイ、オッケー、直輔頑張れ、イエーイ一番頑張ってほしい人そうですよ、はい、でもね、二人でクリアしたいですね、そうですね、何でもクリアしていただきたいので、はい、頑張っていただきたいと思います、はい、頑張ります、はい、成功の暁には、うん、おガシャを30連やったー、あの成功の暁には、はい、ファンタスティックの称号を、はい、ちゃんと、はい、差し上げます、定番じゃないかクリアソフトのね証を差し上げますので、確かにつけたい、頑張っていただきたいと思います、はい、ゴージャスさん始まってます、ゴージャスさん知ってる知ってる知ってる勤勉だぜ、知ってる知ってる、さあそれでは行こう、はい、そうそうね、始めたいと思います、はい、でもお二人に、まあ、同時に始めていただいて構いませんので、うん、いや、一人一人行こう、一人一人行きますか、一人一人見ていこう、見ていく、あ、確かに、一人一人お互いのね、あのこう戦い方とか傾向を見ながら、はい、はい、そうね、時間内にクリアしていただきたいと思います、はい、うん、なので、まあ、最初はやられちゃってもしょうがないと思いますね、改めて、あ、改めてこれぐらいの強さだったなと、確かに確かに、じゃあこうしていこうみたいなことができたと思います、うん、さあ最初はもう直輔さんですか、じゃあですかねですよね、全然よりじゃあ直輔さんからいきましょう、はい、お願いいたします、ちょっとじゃあ行ってみます、でもこれでクリアできたらもう全然ね、これに、ただただ俺にプレッシャーがかかるだけだ、ね、ニュータイプですからね、難しさ、そうです、難易度ニュータイプですから、うん、キュベレーが厄介ですね、うん、最初はね、うん、はい、ウェブ一つじゃございませんから、まずははい、きた、最初のゲームでね、ちょっと思います、お二人が過去を挑戦した時はこの1ウェーブですらクリアできなかった、あ、もう始まってるんですか、始まってる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 、ちょっと待ってくれ、5ヶ月だよ、さあさあさあ5ヶ月経ってるんだよ、これはやっぱちゃんと対策ならないといけないんですよ、そうですね、チョキちゃんがね、鍵を握ってます、
なるほど。初期ちゃんと貫通力、貫通力はね、もう5ヶ月の間にね、はい、貫通力はもう大丈夫だなったんです、多分。大丈夫だってなった？大丈夫だった。貫通力はもう大丈夫だってなってます？大丈夫なってもう。確かに過去においてやっぱ貫通が大事だという話があったんですが、うん、もう今のパートの強さは貫通を乗り越えてる。貫通超えました、多分。なるほど。1分以内ね。1分以内。あ、待って待って。これ一回提案なんですけど、はい、とりあえずゴージャさん出撃してみませんかね。そうだそうだ。これ一回提案です。そうだそうだ。はい。言ってくださいよ。動画を気にしての我々の提案なんですけど、甘んじて受けるわ。じゃあありがとうございます。言ってくださいよ。じゃあ行きましょう。行ってらっしゃい。来ました、来ました。アシッドモードとスクラップモード。まずこれ、はい、これ打つと、はい、はいはい、誰から行くの、これ誰から誰から行くんですか。マイクみたいになってますけど、はい、さあ、あーっと、ちょっと待って、やばい、あれをあいつやんなきゃいけない、やばい、大振り、攻撃が大振り、プレッシャーを一回、プレッシャーを跳ねのけないといけないね、はい、OK です、わかりました、プレッシャーをまず跳ねのけましょう、あ、このことだ、今までわかった、プレッシャーを来る前に一回、わかりました、ロリバスでぶっ潰すんだ、そう、忘れてた。なるほどなるほど、はい、でも今ので合ってます。奥にいるキュベレが邪魔ですよね。お、もうこれは僕いけます連戦でいっちゃう、はい、落ち着いていくよ、落ち着いていく。やってるほら、ロリバス溜まってない、ほらこれね、これはしょうがない、これはしょうがない、しょうがないけど、これ一回待ってる、はい、いや待って、これあっちのプレッシャーね、あっちのプレッシャーね、あっちのプレッシャー、ちょっとだから初期茶なんだよ、初期茶俺が一番最初に言ってたでしょ、言ってたでしょ、そうなの、初期茶を積まなきゃダメ、最初初期茶だって言ったね、言ったもん、言ってて、はい、でその後にロリバスだって、ロリバスだって、初期茶溜まったの、そう、それを直したかったのに早くやれっつって言ってないはい、あの後早くやれと言ってた。これ初期茶入れちゃいましょう。初期茶入れちゃったら、うん、はい、これ初期茶のほら、はい、はい、20%、はい、これでゲットですね。ビギニングは本当に優秀。皆さん2つは作っといたのにね、単突のやつね、はい、あれいっぱいあるですよ、星4のあ、ゼロです爽やかに何ゼロです、あ、ゼロです、そうです、私が変なおじさんみたいな感じで、何使ったの、さっきあれですよ、貫通を気にしてたので私は、うんうん、ガンダムデスサイズに使いました。貫通、じゃあ分かった、貫通でどのぐらいいけるか、じゃあ見せてもらおう、逆にしよう、さあ、はい、さあ、はい、あ、いいですね、溜まってます、乗ります、勝手にやってる、結構削れてます、削れてますよ。プレッシャー来た。プレッシャー来た。痛い。大丈夫です。これ何ですか？これは。体力回復しますね。ひるまないです。ひるまない。よし。これでアクシデント落としだ。あ、いい戦い。ちょっと待って、誰がどこにいるかちょっとわかんない。あ、回復してくれた。回復。温度だ。ナンバーブリーピングネット。痛い。あれ、いないんじゃないこれ。痛い、キュベレあそこにいます。痛い。あーっと。キュベレ。あーっと。いや、でもなんか粘りましたね。うん、もういける、これ。もうこれ、うん、これでいけるな。なるほど。あとは立ち回りだけだと。あとキュベレをちゃんと、はい、マーキングできるかと。キュベレを、確かに。マーキング。前回の課題でもありましたもんね。キュベレをマーキングできるかっていうのはね。ナスケいく？まだ。よし。お二人ともちょっと今苦労されてるんですけども、うん、最近あの新しく特製パーツで入りました、うん、はい、被弾バイリガス、うん、あれじゃん、あ、はいはいはい、ありますね、あれやっぱ相当強いと被弾倍率、はい、いう話になってますので、うん、もしこれで勝てなかったらちょっとその被弾倍率が入ったのパーツをちょっと入れて、そうですね、福岡ニューガンダムの足とかサーベルとかについてますね、足、はい、もう確実落としを確実にキュベレの頭の上に落とそう、はい、なるほど、いやこの子はもういいや、貫通力いいや、この子はキュベレの、ね、どれキュベレどれキュベレどれキュベレ
ドレキュベ一番上、ドレキュベっていう言葉が生まれた。待って、これじゃない、これじゃないけども、これじゃないけども、これで一回無視してるよ。ランダムシリーズ知らないやつみたいな。喧嘩やめてください。喧嘩やめてください。どっちもあるじゃん。喧嘩。喧嘩だった今。これで落として、はい、あ、もうやられてんだもん。これやられてんだ、やられてんだ君たち。キュベでどんだけ強いのこれ。いや、だんだんプレッシャーってくるよ、あんた。格闘に弱い。格闘に弱いですね。貫通上げなかったら射撃効かない。なるほど、なるほど。貫通を上げない射撃だと、キュベでは倒しきれない。貫通大事。貫通大事。やっぱり貫通大事。チュン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 。倒せない人が倒せない人にマウント取ってますよ。貫通大事ね。貫通大事です。貫通大事。貫通大事ですよ。大事、貫通大事ちゃんと頭にすり込まれました。那須さん、さすがです。やった先生になれる。貫通大事の歌。貫通大事の歌です。はい、夜思い出しますよ。オール入ってる時とか。ボディではないのか。接近戦の効果力。あ、でも俺、これ足入れてんじゃん俺。はい、被弾倍率。あ、被弾倍率入ってますね。はい、耐久力 90% 以上の時ですからね。ダメージ受けたらダメですよ。そんなこと言われても。ちなみに現段階、はい、クリアされてる方の割合なんですが、はい、6%。 すごい、消費税よりは下だな。そうですね。この 6% の中にゴージャスさんもナオスクさんも入っていただきたい。さらに、ね、皆さん続いていただきたいので。うん、OK だ OK だ。でえ、直輔何回チャレンジしてる今。1回。うわ、大きな声出た。元気ですね、元気でした。1回です。ただもうこれで勝ちに行こうとしております。早く行けよ。早く行けって。なんだ君。厳しい。ゴジャさんが厳しいです。行けて早い。あら、気づいたらあと20分ぐらいになってますね。終わっちゃう。組んだら終わっちゃう。組んだら終わっちゃう。やばい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 。ナオスケ、はいはい、今回2周分取るぞ。うわー、勝手なこと。いいですね、それは。これで1周目の引きがなさすぎるんで頑張ってください。1周目どっか盛り上げましょう。オッケーオッケー。あ、これで1回これでいきます。はい、1回で微調整、微調整結局は。なるほど、ここから微調整かけていこう、うん、はい。ただおよそ理想的なのは出来上がったと思うんですね。いや、これは、ね、ただ違う、本当に、うん、あの宇宙適性プラス、はい、貫通力を上げたものがどれぐらいのものができるのか出るのかというのをちょっとね。なるほど、はい、テスト。5回目のチャレンジでございます。私キベレが落とせれば、はい、おります。あ、でもさっきも全然ダメージ取ってますよ。全然。あ、うちのプレッシャー、うちのプレッシャー、はい、これで結構これで、うわ、落とし落ちるんじゃん。もういいですよ、まだ全機体残ってますし。うん、こっちか、はい、次の次のよ、はいはい、し、回復しつつの。回復しつつの、2の。いいじゃん、いいじゃないですか。回復はい、で回復はね、もう。あー、いつのプレッシャー。あーっと、プレッシャーが来た。プレッシャー来ちゃった。いや、そこにいる。そこにいる。そこにいる。ちょ、惜しい。あ、観測関係ない。観測支援者だ。観測支援者だ。急にキュベレーいたな、キュベレーいた。急に観測しだした。よかった。でもダメージはだいぶ通ってました。通ったね。通ってました。うん。もう一回行こう。やっぱその貫通力を上げることによってクールタイムがね、はい、えぐられちゃったから。まあそこですね。そこのバランス調整とかが難しいですか。正体のさ、クールタイム上げるやつってすごいいいね、じゃね。そうです。全体のクールタイムが ね、あれ、まあ、はい、減少しますから。これからはあいつを育てよう。うん、あのゴージャさんが言ってた正体のクールタイム減少と被弾倍率は両方やっぱ福岡乳がんに入ってるんですよ。はあ、すごい。福岡乳がんは強いなという。ふわあ、ゴルフじゃないんだよ。ふわあ、ふわあ、強い。外れたんですね、もう。いや、でもこれはもう福岡乳がんの強さはね、まざまざと分かりますね。
よし、直輔。はい。終わるわ。へえ、すごい。疲れました。さあ、ゴージャスといい。さあ、敵地踏み込んで。乗りますな。おお。当たってるかい？今一機体撃破してますよ。ほら、だいぶといいんじゃないですか、さっきより。あー、今やられてた、今やられてた、今撃破されてましたが、でも落としましたからね。いった3回だよ、3回トントントンで9秒でいく。誰もいない、たまんないじゃん。わかった、残念じゃん。ロリバスってのもチェンジしてもうバシバシバチボコだ。バチボコ。うん、オッケー。見えた。見えてきた。三タップね。できた。あ、あとこれ。できた。直輔さんの。直輔。踏み込みが完成しました。踏み込みロリバスですね。踏み込みロリバス。え、ちゃんと貫通力上げたの？貫通力バカ上がりですよ。おお、やばい。77です。77上げてます。いい貫通力。はい、よし、期待できる。さあ、直瀬さん突破できるでしょうか。行ってみます。頑張っていただきたい。お願いします。あれよ、あれもちゃんと初期進んでる。うん、して、はい、はい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 、撃ちたい。ちょっと待って。狙われましたね。あれはジョブ、はい、ちょっとですね、一回リタイアしますね。はい、ちょっと一回リタイアしましょう。今場所が悪かったのかもしれません。場所が悪かったですね。狙い撃ちされてましたか。左前だな、最初。左前にシュート。左前シュート学ぶね、俺から。俺もでもこっから学べばいい。学びましょう。え、アーチャースタンス打ってる時間ないですかね。確かにアーチャースタンスを打ってる最中にやれてしまった感じはあります。アーチャースタンスは別の機体の方がいいかもしれない。ちょっと。リミットバースト、うん、あーそっか、リミバ、はい、それ何ですか、バーストって。あれでちょっとギアを、ジョブギア。私じゃあ一回はい、初期茶の子を、はい、キュベレーに当てに行こう。あ、ありました。キュベレーに当てに行く作戦です。ガンガンキュベレーの元へ行きます。ガンキュベね。ガンキュベします。前だから、その前のさ、そのキューベレーをさ、一刀両断したんだっけ。一刀両断しました。見せてくれ、それを。一刀両断は封印しました。まさかの今まさか、びっくりした。まさかの封印発言。貫通が D だったので、貫通力高めの EX スキルにしました。威力が高い EX スキル、うん、貫通関係ない。格闘が効く、格闘か貫通力射撃かってことでしょ。え、あ、やばい、出撃前に動揺してる。行事キュベレですね。違う、痛い。キュベレ本当に奥にいるんだな。キュベレに当たったのに、今キュベレに定められてない。キュベレに定められてない。ずっとキュベレの肩はアップになるんですけどね。じゃあ、いきますよ。定めてたのに。いきますよ。さあ、ここでゴージャスさん見せてほしい。見せるわ。はい、よいしょ。リバー、はい、おーし、これ回復してる。あーっと、ハイパーガンダムが撃った。やられてる？やられてる。もういける、生きてる。ここでダメージを受けちゃったので、
避難倍率が切るんだ。シュールでしたね、なんか貫通力上げよう、うん、楽しいな楽しいな、ね、飽きないですね、見てて飽きないですよね。いや飽きないな。あと5分です。無情にも77で、あれ一旦ね、一旦封印から解かれた。痛いね、そこで痛いよね、プレッシャーで全然たまんないよね。EX スキルたまんないよね。 GN フェザーどこ行ったの。くわー全然思い通りにいかない。なんじゃこりゃ、全然プラン上、プランがうまくいかない。あと回復も入ってる。あ、じゃあいいかもしれない。お、あ、見えた、見えました。ロリバス打つ、はい、はい、変えて、GN フェザー打つ、で、ハイパワーガンダムでボコボコにしていきます、これ。なるほど。本当にやりがいがある。いい挑戦状だ。改めて実感しましたね。何回でも楽しめる。さあ、ロリバス、決まった。ちょっと待って、決まった決まった。いやいやいや、あ、ちょっと早かったか。早かったけども、レッシャーが来ようと、ラスシューで、はい、これで、はい、ラスシューで、ラスシューして、で、ちょっと邪魔しない邪魔しない邪魔しない、はい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 、あ、そこそこそこ、痛い、これが痛い、これが痛いよな、これ。見せた見つけた、見つけた。こっちこっちこっち、キュベレを守れ。これちょっと直輔さん敵討ちに行きましょう。行ってきます。ロリバスでもうチェンジしてました。期待してない、してない、勝手にフェザー打ってくれたのよ。タイミングよくやってくれたんですね。でももうちょっと遅くてもよかったんだもんね。なるほど。よし、今さあロリバス、あー早い早いんだよ。鬼早だ、鬼早だ。それはもしかしたら直射を調整すれば遅くしてくるのかもね。なるほど、頑張ってくれ。これ取り合うからぞ。いたた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 た親衛隊ボッコボコ。キュベレー親衛隊が止まらないですね。止まらないですね。これは実質、これがゴージャさんのラストチャレンジになります。もしもし、次のフェザー出ちゃう。次プレッシャー入りますよ。ここ入る。一気に落とし、いやすごい。よしよしよし。おっと、キュベレー、こいつは取られる。キュベレー打ち。回復されてるな。回復されてますね。ビームトーンファーで回復しますからね。さあ、ここで
あと5ヶ月もらおうか。総計10ヶ月。今回も悔しい。ボイルスオーガからの挑戦状リベンジならず。ただもう見えた。もうね多分ね、はい、毎日10回ずつやったら、うんうん、もうクリアするわ。おお。毎日やろう、これから。毎日やりますか。やっぱこれちょっとリベンジを、もうこれ是が非でもしないといけないですね、これは。ただちょっともうこれは僕はね、もうこれ家に持ち帰って、はい。もう、収録関係ない。クリアする。収録しましょう、それ。収録はしない。なんで、おかたくなに。なんでですか。クリアできた暁には収録しても、ね、違うプレッシャーが。クリアした暁にはこうやってやりますよっていうのをね、はい、あー確かに攻略動画手順がね、手順がね、オッケーオッケーオッケー、だとしたらいいでしょ、うん、ちょっと焦ってクリアしちゃったらどうするかもう分かんなくなっちゃうんですよ。そっかそっか、ね、ちゃんとしたね、はい、自分の道筋ができた上で、はい、うん、はい、ということで今回は負けてしまいましたが、非常にすがすがしいいい挑戦状だったね。目標ができるからね。確かにそうですね。今までですね、クリアしてる人はまあ言いますけど、うん、目標となるもの、ここはいつかはクリアするとっていう目標がなかったと思うんですよ、やっぱり、うん、絶対みんなどれでもクリアできたじゃないですか、みんな素晴らしいからね、うんうん、でもクリアできない、できないからってそれが悪いものではないんです、挑戦状ではないんです。目標、ね、未来への、これに向かって、うんうんうん、行ってみるのはいかがですか。そうですね、本当にね、楽しく皆さんね、確かに、ぜひね、攻略してほしい、はい、いかがでしょうか、うん、ただでもゴージャスさんの戦略的には前回よりすごい効果的ではありましたから、確かにちょっとまた爪が甘かったですけども、うん、そうですね、まああそこ突き詰めれば全然いけるなって思いましたね、うん、やっぱり、5ヶ月前実装した当初と比べると、うん、やっぱりまあ貫通力っていうのも含めて、あと被弾倍率、はい、そうだ、新しい、ね、特性がありますので、うんうん、はい、そういったものを駆使していただけると、うん、今までクリアできなかった皆さんもきっと、うん、はい、あ、これいけるんじゃないかっていういいところいけると思いますので、ぜひぜひ挑戦して、ね、負けてしまってやってなかった方はこれを機会にまた挑戦していただけたらと思います。ぜひ、はい、やっていただきたいと思います、うん、はい、そんな感じで皆さん今回もご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今回負けてしまいましたけど、とりあえずグッドボタンだけ押していただいて。よくやったぞ。はい、よろしくお願いします。はい、ということで本日ここまででございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。